ここ布があるじゃろ。長老。ファニー。パンツ（下着）が死ぬほど嫌いという悩みです。ノーパンがデフォルトの人間社会だったらいいの。というお悩みです。いやでもパンツの悪いところって締め付けだよね、うん、私いやもうちょっと緩いやつ着なきゃいけないの。私たまにお風呂キャンセルするときあるじゃない。風呂キャンセル今日ある界隈、うん、そうでなんかその股のここのライン、うん、V ラインのところの、うん、ところがすごいかぶれるときがあって、うん、だからそういうので私はパンツのことあんま好きじゃない。でもそういうパンツあるよ。どういうこと。ふんどしみたいなパンツ。私がふんどしつけんの。いやあって私寝るときだけそれにしたりするよ。え知りたくなかったんだけど。本当？なんかお母ちゃん夜ふんどし履いて寝てる時ある。ふんどしパンツってやつ。ふんどしじゃない。ふんどしパンツってやつがあるのよ。ふんどしパンツ。なんかここがねすごい紐が緩いの。横の紐が緩くて。めちゃくちゃここは紐が緩くて。ダルンダルンってこと？まあ、ダルンダルンってか優し、なんて言うんだろうな。ここ布があるじゃろ？長老。はい。結構最初の冒険の始まりみたいな。布がこういうある感じになるのよ、はいはいはい、ここに紐がこうやってあるだけだから。なるほど、ね、すごい緩いの。ここに紐とか何もないの。へえー、だからすごいなんかゆったり履ける。 THEW 決勝進出しました。ありがとうございます。函館の海ウニ丸かバッカ。おーおーいいねいいね。丸とバッカいいですよ。死んでる。